はいみなさんこんにちは今日も明日も実践あるのみ実践系英語 YouTuber の坂金社長です今日も元気よくトイックパート5対策の問題を見てまいりましょう今回扱う問題はこちらの問題ですまず最初の段はファーストです ファー,ソーというのは化石という意味なんですね化石燃料なんていうのはよく出てきますけどもその場合はファーソルフューオーって言いますフューオーというのは燃料なので前にファーソー化石をつけると化石燃料となりますよね石炭とか石油とかねそういうやつファーソルフューオーって言いますあと動詞ではファーソルライズという動詞がありまして何々を化石化するという意味があるんですねおなじみの単語では petrify という動詞もあったりします アメリカのニューメキシコ州だったかなペトリファイル・フォーレスト・ナショナル・パークというのがありまして化石の森国立公園というのがあるんですね一回行ったことあるんですがあの木がね化石化したものがこうゴロゴロこう散在しているというそういう国立公園があるんですけどもそういうのをペトリファイル・フォーレストっていうんですね化石化されてしまった森化石化された森のナショナル・パーク国立公園っていうことだ はいということで Fossilize 化石にする Petrify 化石にするその動詞も一緒に覚えておきましょう次の単語はケイブというのは洞窟という意味なんですねちょっと規模が小さめの感じなんですがもう少し大きな規模の洞窟になると大洞窟っていう感じですけどもそういった場合は「cavern」という単語があるんですね だからケイブはちょっと小さめな洞窟でもうちょっと規模が大きなものになると cavern という単語があるので一緒にねこの機会に覚えちゃいましょうこれもまたニューメキシコ州にカールズベッド・カバーンス・ナショナル・パークというのがあるんですね これもカールズバッド洞窟国立公園ということなんですが今日はちょっと国立公園だったら連続しますけど、はい、ということでカールズバッドの洞窟の国立公園というのはキャ v e r という単語が使われてますから結構ね規模が大きい感じがイメージできるんじゃないでしょうか、はい、アメリカの国立公園は本当き綺麗なところが多いのでぜひ皆さんも機会があれば一度行ってみてください本当日本の公園とは全くね規模が違うのでもう圧倒されるぐらいなんですよねはいということで Carlsbad Caverns National Park。それで覚えておけばいいと思いますが「cavern というのが大洞窟「ケ v ブ」というのはちょっと規模の小さい洞窟というイメージで覚えておいてください次の単語は「solid です solid というのは硬いとか固体のという意味なんですね 液体のという場合は Liquid という単語がありますのでこの際一緒に覚えてしまいましょう。でソリッドは形容詞で硬いということなんですけどもそこからのイメージで Solidarity という単語があったりします。それは団結という意味なんですね。団結というのもこう人が、ね、集まって硬く結びついてる感じですよね。ですので Solid に arity がついて Solidarity これで団結という意味になるんですね、はい。これも一緒に覚えておくといいと思います。 この場合はソリッドエビデンスですから、かったる証拠という意味で使われているんですね。はい、そんな風にソリッド、固体のとか固いとかかったるという意味を全部覚えておくといいと思います。次にエンシェントです。エンシェントというのは古代のという意味の形容詞なんですね。京都なんかはコとコトってよく言いますけれども古代の首都。 ということですよねですのでエンシェントキャーペトルって言うんですね古代の首都だからことってなるんですねはい、ということでエンシェント古代のでした次にスピーシーズですスピーシーズは名詞で種という意味なんですがちょっと注意点があるんですねそれは何かというと単数形も複数形も同じ形でスピーシーズとなります 例えば1つの種は「a スピーシーズ」ですしたくさんの種であっても「メニースピーシーズ」ですから単数形も複数形形もも複となるんですね。この「スピーシーズ」以外にも単数形複数形が同じ形の名詞というのは例えばフィッシュであるとかあとはディアシカであるとかあとはシープ羊そういったものが 単数形も複数形も同じ形の名詞ですからこの最初に覚えておきましょうはいそれではこの問題京都から京都一わかりやすく解説を加えてまいりたいと思いますまずここまでいきましょうかはいまずファ i l s ときてこの「ファ u ンド」ときたときにこれ動詞だとまず思わないでください もしこれが動詞だったら化石が見つけたとなります何を見つけたのか目的は必要ですよねしかも化石が見つけたりしません見つけるのは人間化石は見つけられる方ですからだから絶対これ動詞じゃないってわかりますよね、はい。じゃあ何かというと過去分詞でで化石をすするわけです見つけられた化石化石が見つけられるという受け身の関係が成り立っているんですね。 はい洞窟の中で見つけられた化石は確固たるる証拠ととななされているとなりますこの「シーン」のもとになっている動詞はもちろん「see 見る」なんですけども「見る」は「見る」でもこの「C」は能動体の時に「C」「A」「As」「B」という形を取ることがありましてこの場合は「A」を「B」と「見なす」という意味なんですね。 ですのでこれはリガードと同じで言い換えられますリガード A as B も A を B とみなすという意味がありますからねそれの受け身形だと思ってくださいこの as を何々としてという場合はこれ必ずイコール関係が成り立ってるんで A を B としてみなす場合は A イコール B の関係がありますこの A とこの B がイコールということなんですね はいじゃあこの場合この c a a s b の A はどこへ行っちゃったのかということなんですけども受け身ですから目的語の A の部分は主語の位置に出ましただからこの「化石」というのはもともとの A なんですねで「as があって B が確固たる証拠となりますつまりここでも「as がこうありますからイコール関係が成り立ってます化石 イコールかっこたる証拠ですよね。化石イコール確固たる証拠と見なされているということになります。はいということでこれまた言い換えると復習しましょう。アーシーン言い換えるとああリガーディッドで言い換えられますね。リガード A asB の受け身です。これは CA asB の受け身です。はいということでできました前半。洞窟その洞窟の中で見つけられた化石は かっこたるる証拠と見なされていいんですねはい、じゃあ後半行きましょうはいちょっと書きすぎたのでかっこつけにくいんですけどもワンスもつけとこうかなはいこれ訳すと後半訳すと昆虫のの古代の種つまり日本らしくすると古代の種の昆虫ですね古代の昆虫の種古代の種の昆虫がかつてそこに住んでいたって書いてあります これ完全な文ですよね古代の種類の昆虫がかつてはそこに住んでたっていうこれ完全な文がまずここに来ているというのは分かっておいてください。完全な文の形が成り立って、はいますじゃあここにどんなものを入れて前後前の完全な文と後ろの完全な文をつないでいくのかという話になりますよね、はい。じゃあまず A から見ていきましょうか。フィッチだと思った人手を挙げてください。 どうでしょうかブブー,ブー,ブー,ブーダメなんですねフィッチという関係代名詞の後ろは名詞ががけた文がきます当たり前の話でこのフィッチが関係代名詞ですからこの説といいますけども塊の中でフィッチ自体が名詞の働きをしてるんですね。ですのでフィッチの後ろはその部分の名詞が書けてるはずなんです。ちょょっと例書きましょうか 分かりにくいと思うので、うん例えば例えばこれ簡単な例文ですねこれは本ですとどんな私が昨日買っった本という,こうなってるでしょそしたらこのフィッチで始まってるこの塊がありますけどもこの中でフィッチは名詞の働きをしてるわけですね関係代名詞なんで。で後ろ見てください。I, boat. この目的語なしでしょで「Yesterday」は時を表す就職後に過ぎませんここ名詞が欠けてるわけですここね目的語として入る名詞が書けてます。書けてます。なぜかこのフィッチ自体が目的語の働きをしてるからです。例えばこんな風にフィッチの後ろは名詞が欠けてる形が来るんですね。この場合は目的語になる名詞が欠けてるということになります。はいだから これフィッチの後ろは名詞が書けた不完全な文じゃないとダメなんですけどもこれ完全な文ですからフィッチはダメだとなるんですねはい次 C はどうでしょうか C オンフィッチオンがついてたら大丈夫なんじゃないでしょうかねこれもちょっと例書きましょうかはい例えばこんなにしましょうかちょっと字数スペースがないのでヒートしましたがまあ有名な人だと例えばしましょう これ、スティーブジョブズが座った椅子なんですよってみたいな、ね、感じで、あ、言ったりするじゃないですか。ね、例えばこう有名な人だとしますよね。そしたら、彼が座った椅子ですよって言ったりしますね。これは彼が座った椅子です。これオンフィッチです。ここね、オンフィッチ。はい。じゃあ、オンフィッチの後ろはどんな形が続くべきなのかっていうと。これ見てください。非集合。さ。 と動詞でしょう。でここが欠けてますよね。ここには何が欠けてるのかっていうとオンイット、つまりオンザチェアに相当するようなものが欠けてるでしょ。専門的な言葉で言うと副詞句が欠けてるわけです。前置詞プラ名詞で副詞の働きをすることがあるんですね。まあ、形容詞の働きをするときもありますが、前置詞プラ名詞で副詞の働きをこれはしているわけです。ですので。 の塊が欠けてる感じでオン・イットとかオン・ザ・チェアがこう欠けてるでしょ。サ、ね、ッとオン・ザ・チェアってことですよね。その椅子の上に座ったんですよね。だからこれオン・イットとかオン・ザ・チェアがここに欠けてるわけです。当たり前ですよね。こっから出てきたんだから。この「イット」がチェアと共通だからオン・フィッチに変わって前出てここがなくなったんだから。だから絶対にここにオン・イットの部分が欠けてるわけです。オン・ザ・チェアの部分が欠けてるわけです。 副詞の塊がけけてるわけですこれが副詞の働きだから副詞の塊がかけてるさっきのフィッチはこれが名詞の働きだから名詞がかけてたここにねはいというふうな形をしてるはずなんですねじゃあこれでもしオン・フィッチが正解だとすればもともとこの辺りのどっかにオン・イットとかオン・ザエビデンスみたいなのがもともと入ってたはずですじゃあオン・ザエビデンスでちょっと訳してみましょうか 古代の種の昆虫がかつてそこで証拠の上で生きてた証拠の上で生きてたとかつながらないでしょだからこれおかしいですねこっちだと通じますもんね on, on the chair he sat on the chair 泣いつでしょだから on the e v i d 入ってても全然おかしくないですねでもこれ on the evidence on the evidence というのはこんなとこにあったらおかしいでしょ はい、だから違うとなりますじゃあ B か D です正解はフェーンいきましょうかフェーン正解っぽいですねちょっとねちょっと訳を聞いててくださいね「古代の種の昆虫がかつてそこで生活してた時の証拠」うん「何かいけそう」<laughs>「時の証拠」「何かいけそう」でも残念なんですね これ何度か何度かな時という場合は副詞節を作ってしまいます何度か何度かな時にという意味です何度か何度かな時にはい。だからこんな何度か何度か時の証拠みたいな名詞を修飾することはできません残念ながら副詞にしかならないんだね証拠という名詞を修飾するような形容詞の働きはできないんです だからフェンもダメとなりましたはいじゃあどうでしょうかもうこれしかないですね答えはザットですはいじゃあこのザットは何なのかというとこれ「同格のザット」って呼ばれるんですがこれは接続詞なんですね直訳はないないということという接続詞ですかっこたる証拠つまり 古代の種の種昆虫がかつてそこで暮らしていいいたということといううこのは直訳ですですもそんな日本語ちょっと不自然なので「古代の種の昆虫がかつてそこで生活していた」という確固たる証拠みたいに書けたように訳しますけども本来は同格というのは同じものが並んでいるということなので確固たる証拠という名詞と「何とか何とか何とかということ」という名詞説が並んでいるだけです。 でも日本語に訳す時にはより自然な訳し方をするために古代の種の昆虫がかつてそこで暮らしていたという証拠みたいな感じで書ける感じで訳すんですけども本来は名詞と名詞説が並んでるだけですからねだから同格と言います。はいということでこれは全体で名詞説でこのソリッドエビデンスと同格を作る接続詞のざっとである D が正解と。

That ancient species of insects once lived there once species lived of これは一気にいけますねはいちょっと主語が長いので軽くね切りたい人はこの辺で切る感じでもいいと思いますじゃあ一応前から確認化石はどんなその洞窟で見つけられた見なされている確固たる証拠とどんな証拠古代の種何の昆虫のがかつて生活してたそこでという証拠 はい、この順番で理解できればもうあなたはネイティブ。そしてさらに言うと、日本語にいちいち頭の中で変換しなくても、英語を見ただけで英語のまま理解できれば、perfect。はい。ということで、音読スタート。フォソルス found in the cave are seen as solid evidence that ancient species of insects once lived there. Fossils found in the cave are seen as solid evidence that ancient species of insects once lived there. Fossils found in the cave are seen as solid evidence that ancient species of insects once lived there. Fossils found in the cave are seen as solid evidence that ancient species of insects once lived there. Fossils found in the cave are seen as solid evidence that ancient species of insects once lived there. fossils found in the cave are seen as solid evidence that ancient species of insects once lived there. fossils found in the cave are seen as solid evidence that ancient species of insects once lived there. Fossils found in the cave are seen as solid evidence that ancient species of insects once lived there. Good job!